それでは現段階での,あの会見を行わさせていただきます、えー、あの開票の途中でありますが、えー、現在までのところですねまずあの沖縄1区で赤嶺さんのお当選を、えー、得ることができましたでこれはのオール沖縄の皆さんのお力を、えー、即結集していただいた結果だと思っております大変大きな勝利だと考えておりますで、えー、比例代表の方はですね 今、開票途中でありますが、原、え、油、ー、の確保は難しい情勢だと考えております、あの大変残念です、であの多くの支持者、後援会員、党員の皆さんが大奮闘していただきました、心、まあ、からお礼を申し上げたいと思いますで、比例は共産党という激励もたくさんいただきました、でそれらをです、ねあのー、結果に結びつけることができなかったことはです、ね、私たちの力不足だと考えております。 力をつけて剣道挑略したいというふうに考えております。同時にですね、あの今度の選挙私たちは、えー、市民と野党の共闘で選挙を戦うということをやってきました。で三つの野党お共産立憲社民この三野党とですね市民連合の皆さんで七、えー、項目の政策合意を結んで協力して選挙を戦ってまいりました。そういう中で立憲民主党が大きく躍進して。 で共闘勢力全体としてはです、ね、議席を大きく増やすことができたことは私たちにとってもです、ね、大きな喜びですであの共産党としてはです、ね、あの候補者の一本化のために全区67の小選挙区で候補者を下ろすという決断をいたしました、えー、この決断がです、ね、あのこういう結果を作る上で一つの貢献になったと考えておりますここの決断したことたととは良かっいうふうふに 考えていいるところでございますそれからあの私はです、ね、あの選挙戦を振り返ってあの3つの野党プラス市民連合の皆さんと連携して戦う中で,です、ね、あの全国どこでも至るところで、えー、共闘の絆、連帯の絆がたくさん作られたということを実感しております他の野党の方々とも一緒に宣伝会の上で訴えるあるいは市民連合の皆さんとも一緒に訴える。 そういうい中でですね、たくさんの絆が作られ、たくさんの新しい友人を得た思いです、まあ、こ,のこの絆と新しい友人はです、ね、あの私はあの今度の選挙で得た最大の財産だと考えておりますで、これは必ずですね、今後の戦いに生きるというふうに考えておりますし、私たち共産党としては、ですね、この市民と野党の共闘、こういう財産も大事にしながら、さらに本格的に発展させるために力を尽くしていきたいと考えております。 それから、選挙戦全体を振り返ってみまして日本共産党としてこの総選挙、突発的な総選挙でしたけれども、それに臨んだ政治方針あるいは訴えた政策これは全体として私は、えー、国民の願いにかなったものであり、えー、正確な戦いをやったと考えております、あのー、その点ではあのー、本当に私たちの持てるう知恵を、ねえー、使ってそして正確な戦いをやれたと。 いうふうに考えておりますですからあの新しい国会でですね公約実現のためにいい全力を挙げて頑張る決意を申し上げたいと思いますそれからあ新しい国会で、えー、野党共闘もおさらに発展させていくというつもりで頑張っていきたいと思います以上です今のっと委員長の発表でご質問ある方いらっしゃいますかじゃあ一人だけはい はい、あの今回、衆議院議席を確保できない議長を司会するというところで,です、ねあの、直前までご準備してこられた民進党との、うん、お選挙区、これが直前の補佐になったということが、意味を考えののあこれはいろんなあの要素ありますけれども、あの私たちとしてはね、あのこの状況の中で、あの力不足だなというのは率直なところです。 であの多くの、えー、支持者、後援会員、党員の皆さんを大奮闘していただいた、それからいろんな激励もありました、先ほど言ったように比例は共産党という,いう指揮者の皆さんからも、ずいぶんたくさんの激励いただきました、しかし、それをです、ね、結果に結びつけるには至らなかったのは、やはりわれわれの力不足だと考えております、ですからこれは力をつけて、次は必ず勝ちたいと思っています。 読売新聞の鈴木と申します、はい、え民進党との関係についてお伺いします、はい、あの前原代表がです、ね、希望の党との合流について今日一旦立ち止まるというふうふに発言をされていますでこれまで、まあ、前原さんの行為については廃止という新う委員長おっしゃってまいりましたが改めて、まあ、立ち止まるという発言を受けて、えー、前原代表と話すようなお考えはありますでしょうか立ち止まると言ったってあのみんなもう希望の党の公認候補として。 選挙やったじゃないですかどういう意味でしょうか、全く理解できません現状では話す考えはないということこれはねあの、民進党との関係は、あの私たちはあの一方的に高等間の合意事項が法にされたという関係だと思っております、ですから私どものから厳しい抗議を先方にいたしました、そういう関係です。 はい続いてどうでしょうか、じゃあ後ろ,後ろ、えー、すみません、朝日新聞の星本です、よろししくお願いしますいあの先ほどテレビの方で前原さんがおっしゃってたんですけれどもあの、野党共闘、これまで連邦執行部時代から続いてた野党共闘です京都を翻した理由について、ですね、えー、日米同盟、消費税は大切だと。 えー、有う理由を挙げて共産党とはやれないという趣旨の説明があったんですがこの発言についてで、えー、できますでしょうかこれはねあのー、もうお岡田さんの時代蓮舫さんの時代何度も、えー、野党共闘の合意を党首間でやっておりますでその合意の際においてはですねあの私どもはあ日米安保条約あるいは自衛隊の問題、えー、等々のおた立場の違いについてはですね持ち込まないと。 いうことを何度も、あのー、明言しておりますで一点でやっていこうとで一点としてあの安保法制、えー、を,を廃止するあるいは立憲主義民主主義を回復するあるいはですね、あのー、アベノミクスによるう格差と貧困の拡大をこれを是正していく等々のですね一連の合意をあの交わしてきましたですからこの共闘というのはね、あのー、そもそも 政党が違うわけですからあの理念政策違うのは当たり前なんですで同じだったら同じ党になるわけですねで違う党であっても理念政策が違っても当面の国民が願う一致点で協力し合うというのが共闘であってでそういう共闘をやろうということを何度も何度も4野党で,です、ね、あの民進党も含めて合意してきたんですよですからそれを、ね、あの一方的にいい破棄すると。 いうのははこれは本当に背信行為だと先ほど、こちらからもご質問ありましたけども私たちは率直に言ってあのこのお民進党の行為は強い怒りを持っていますでそのことによってですね選挙戦直前になって野党共闘が分断されで私たち自身としてもですねあの多大な、あのー、負担を強いられました新しく枝野さんたちの党がそういう中で筋をお通してね あの立ち上がってきたんで、あの私たち、い。あのまきなってね、あの協力体制作る、作ることできましたけれども、かろうじて。あの共闘体制守ることできましたけれども、私、私たちにとってはですね。あのこの、あの一連の動きは、大変な、あの負担を強いられたなと。そして野党共闘にとってもですね、大きな打撃だったと。思い、ます。もしこれがですね、あの要野党の塊としてね。 きちんと合意を守ってそして総選挙を戦うというふうな形が作れたならばです、ね、こんな事、ね、項の多数を許す結果にはならなかったと思っておりますですから、そういう点でも、ね、あのこれは、えー、大きな分断と逆流だったと思うんですがしかしそれを乗り越えて、あの三野党プラス市民連合で、えー、こういう戦いができて、ね、そしてあの、まあ、共産党が伸びれなかったのは これはあの残念であり私たちの問題として努力していきたいと思うんですけれどもあの,この野党共闘としてはですね一つの成果が上がって次のステップに行くことができましたですからそれはあの本当にあの喜ばしいことなんですけれどもその過程ではですね今言ったような問題は確か間違いなくあったと思っておりますただ、対局的に言いますとねあのやはりこういう形で本当に真剣に共闘の立場に立つ勢力が 進出てきたということはこれは対極的に言いますといいことだという,ふうに思ってますすみません、関連しましてあの共産党今お話で、えー、とこれまでの主張を持ち込まないという話なんですが、はい、まあ前原さんの話から分かるようにです、ねえー、まだ他の野党の議員には共産アレルギーが非常に根強く残っているというふうに考えられます。 で今の共闘方針をです、ね、今後広げていくためにはどうしたらこう共産党さんのです、ね、この共闘にかける思いというのを他の議員さんに分かってもらえるというふううふに考えますでしょうか私はあのー、これはあ今度の選挙を戦う中で先ほど申し上げたんですけどもあの他の野党の方々と、ね、でやはり一歩一歩、あのー、こう一緒に戦う中でお互いを、あのー、信頼する。 あるいはお互いをデ、ね、リスペクトの気持ちを持つそういう関係を作りつつあるというふうに思っておりますですから理屈の上ではさっき言った通りなんですよ理屈の上では私たちあの不一地点を持ち込まないとで一点で団結するということでやるということなんですがあの理屈だけじゃなくね実際の選挙戦を通していろんな共闘の絆連帯の絆たくさんできたと思っているんですねそういう中であのこれまで共産党にちょっとあの距離感があったような方でもね 一緒に宣伝会の上に立ってあの訴えてみたらあの立場は一緒だというふうに、ね、あの変わってきている方も、ね、たくさんいらっしゃるように思いますそしてあの結果としてです、ね、先ほど申し,申し上げましたけれども私たちが候補者を下ろしたところで今、ちょっとずっと表に置いてみますと、ね、あのかなりのところであの、えー、立憲民主党、あるいは、えー、新潟国などでいえば無所属の方が当選すると。 でこれはの全体数えた中で今、小池書記局長の計算でありますが29の、えー、少なくとも小選挙区で私たちが取り下げたところで勝利をしているというあのこの数字もありますですから、あのこれはです、ね、あの私た私今度の選挙2大目標を掲げて選挙を戦いました1つはあ市民と野党の共闘を成功させるもう1つはあの日本共産党の躍進と。 でこの2つ目の、あのー、目標はかないませんでしたで、それは私たち自身の,あの努力として、今後、力不足をです、ね、突破していきたいというふうに思いますが、第一の、ね、市民と野党の共闘を成功させるという点では、いろんな逆流や分断あったけれども、成果を上げたと、確かな成果を上げたと、いうふうに言っていいんじゃないかと思っておりますはい次、どうでしょうか。あじゃあ後ろ隣 すみません毎日新聞の平塚と言いますよろしくお願いしますあの先ほどからその共産党自身が伸びなかったことに関しては、まあ、力不足だということを繰り返されておりますけれども,、はい、そのもう少し具体的にです、ね、どういうところが足りなかったのかという点とで、まあ、今後、力をつけて県と町来を期したいとおっしゃられていましたが、まあ、どういう点をその今後カバーしていくというか。 改善していくというふうにお考えかというところをお願いします2あの二つほど考えていることがあります一つはやはりあの日本共産党をです、ね、あの,の全体を丸ごとです、ね、あの国民の皆さんに理解していただくでこの取り組みがもっともっと必要だなと思うんですねですからあのまだい、まあ、わばあの他に入れるところがないから共産党に入れようと。 いうことでも大変ありがたいんですけれども、それにとどまらないで、あの共産党ことをもっともっと好きになっていただくという取り組みはもっと強めなきゃなんないなというふうに一つは思っております、これは一つ、だからもう一つは、ですね党自身の自意ってことでいいますとね、残念ながら今度の選挙、あの新聞派型の読,読者にしても、ですねあの前回の陣地から減らしてあの選挙を戦うということにならざるを得ませんでした。増やして戦おううとということで かなり努力して全党の皆さん、本当に努力していただいたんですけれども、それはまだかなってないんですね、で本当はやっぱりあの党勢を増やして、ね、選挙で勝つというのが当たり前の姿なんで、ぜひその努力はしていかなきゃいけないと思っております、党員も増やさなきゃいけない、新聞アカの読者さんも増やしていく、この努力はどうしても私たち必要だと思っております。はいじゃあ え週刊金曜日、編集部の井田と申します、はい、え関連してお聞きします <coughs>、当選を増やすことについてですねアベノミクスでやっぱり貧困が拡大してですね本当にあの若い人たちが生活苦労しているとでそういう人の本当は共産党が受け皿になるべきだと思うんですがそういった若い人々のほうがあの安倍さんを支持するとかいうですね,ねじれた現象も起きているように思うんですよ。 そこをどういうふうに分析され今後どういうふうに訴えて行かれたいと思うでしょうか。うんあのーまあ、簡単に言いますと、ねあのーまあ、安倍さんもそうですし、えー、今の,あの主流の、まあ、い,いわゆるイデオロギーがそうですけれども、新自由主義ですよね、まあ、新自由主義というのは全部を分断して、あのー、国民の中に分断を作り上げる対立を作り上げてそして、あのーまあ、大きな資本の。あのー 力をあのー、によって抑えつけるというやり方をしますよね。分断と対立を作ると。ですからやっぱりこれに対してはね、あのこう若い皆さんの中でも国民の中でもですね、あのー、連帯を作っていくと。連帯の戦いをね、連帯の運動、戦い、あるいはいろんな対話もそうです。やっぱり連帯によってですね、その分断とお対立を乗り越えていくようなあの取り組みがとっても必要じゃないかと思ってます。 安倍さんも,もう全部そうやってあの分,分断を作っていくで例えばあの、お年寄りと若者この間に対立を持ち込んでくるようなあの議論を立てますよね、まあ、そういうあ,ありとあらゆるところに分断を持ち込むことに対してあの国民側がですね連帯を持って、えー、立ち向かうというようなあの流れを、ね、共産党としては作っていきたいと思っています。 関連してもう1点だけ、えー、とその若者を取り込むということでいえば、まあ、あの党勢拡大のために党の機関紙を読んでいただいて理解していただくというのは王道だと思うんですが若い人の紙離れみたいなのが顕著の中で、えー、ネット戦略も重要になってくると思うんですね。でその辺あの、自民党は非常に成功しているとも思うんですけれども、まああのそこについてもし今、何かお考えとか。 今後こうしたいとか,いあのかなりやってるつもりなんですけど <laughs> あのネット戦略はうん自民党に負けないぐらいやってるつもりなんですけどでいろいろとあの成果も上げてると思います、あの拡散部なども、ね、作ってますしいわゆる緩いキャラというんですかそういうものも随分やってますしでこれはあのみんなで努力してあの小池さんなどもとことん共産党 番組であのどんどんあの先頭に立ってやってやってますし、ですからこれはね頭を上げてあのネット戦略はあの多いに重視しているつもりです。ただねまだまだ開発の開拓の余地がたくさんあると思うんで、あの重視もっと重視していきたいと思ってます。はい。はい。それでは NHK さん。 NHK7 です 1>, 1点お伺いしたいんですけれどもあの、まあ、比例が維持は難しいという中でその候補者を取り,上げた取り下げたことに可視、ねまあ、あはなかったのかと、ま、そ,のあのそこに責任はどうなのかというのが1点とそれから先ほど民進党の分 ただ、段によって大きな負担を強いられたというふうふおっしゃいましたけれども一方でそのかつて、えー、統治下で合意をした岡田さんであるだとかそういった人たちも無所属で選挙を戦ったものの党籍は民進党にあるとそういった人たちにはですねどういった声をかけて、まあ、国会内にどういったその連携をしていきたいというふううふにお考えでしょ候補者の取り下げの問題ですが、あのー、私はですねあのもちろんこの候補者を取り下げたことによって、あのー 当然マイナスはあるんですよでその地域に、あのー、小選挙の候補者がいなくなるで宣伝か一つとってもマイナスの面があるわけですねあるいは政権放送の回数が減る等々のいろんなマイナス面はあると思うんですでただ、ですねやっぱり、あのー、今回の取り下げというのはもうちょっともっと大きな検事、あのー、といいますか大局に立っての判断でした。であのー やっぱり安倍政権の暴走を止めると、でそのためには,やはりバラバラでは止,、ま、止められないわけですよ、ですからいかにこの安倍政権の暴走を止めるか、そして日本の政治に民主主義を取り戻すか、立憲主義を取り戻すかという対局に立った場合はね、ねやはりあのこれが必然的なあの結論になってくるというふうふに考えて我々、行動しました。それでで先ほども言ったたたようにあの私たちが取り下げたところで でかなりのところで自主的な応援もやりましたその結果としてですねかなりのところであの当選を勝ち取ることに結果になっていると思うんですねですからそれはねやはり今後にとても生きてくるんじゃないかと思ってますでいろんな戦略っていうことを考えてもですね今度私たち憲法9条の改定許さないということを大きく掲げて戦いましたでこの一問題1つとりましてもねあのー、こう 立憲民主党がかなり躍進したそして野党第一党に恐らくなるんではないかと思われますでこれはもちろん結果見ないとわかりませんけれどもあの無所属の方々も入ってくる,ると思いますので野党第一党ということになりましたらねこれはね野党第一党の立憲民主党も私たちと一緒に市民連合の皆さんと安倍政権のもとでの救助を変えて許さないという政策合意を結んでいるわけですからやっぱりその立場で行動されると思うんですねそうしますとね あの安倍政権がですねこの野党第一党の意向を無視してこう会見ができるかということになりますとそう簡単にはできませんよですからね、ねそういう点でもあの私たちが今度取った行動というのはあのこう私たちの,あの選挙それ自,自体についてはね私たちの例えば専念が少なくなる候補者さんがいなくなるこれはやはりマイナスですよしかし、大国に立って考えればですね <coughs> あの日本の民主主義あるいは日本の平和にとって、あのー、こう間違いのない判断だったと私は思っていますでこの判断には一切悔いはありませんそれからの、うん、民進党の、まあ、岡田さんその他のです、ねあのー、方々の、あのー、対応ですけれども、あのーまあ、これはあの私たち配信といって強く批判したのは民進党が党として取った行動について あのそういうふういふに祈りました特に前原さんが中心になってあ進めたね、あのー、その対応について私たちは批判をしておりますが個々のですねあの民進党の,あの議員の出身の議員の方、あのー、で今度無所属で戦われた方も少なくありませんそういう中にはあのー、こ,うこれまで共闘を一緒にやってきた方もこれ少なくないんですね。でそういうい方のところでも私たち取り下げて、あのー あの勝利のために一緒に戦ったケースもそういう中にあります、そういう方もいる、それから参議院の中では、参議院には民進党があるわけですね、で参議院の中ではあの、この前の参議院選挙であの野党統一候補としてね、私たちもあの勝利のために一緒に頑張って当選した方々もいる、ですから、あのそういう方々とはですね、できるだけいろんな連携をね、あのができるんではないかというふうに思っております。 これはの今後いろいろろと探求の課題だなと思ってから民進党が全体としてどういうふうに、ね、今後、党がなっていくのかというのはちょっと分かりませんのでこれはよその党のことなんで何とも言えないんですけどもしかし、そういうあの個々の,、ね、あの議員さんや、えー、とはそういう関係にあるというふうに思っております。はいじゃあ次どうぞ あのすいません時事通信の纐纈と申しますが、はい、あの今のお話あのの関連ですけれどもあの希望の党の中にもああのまあ、党の方針とは違う考えを持って戦っていた方もまあ終盤なんかには結構目立ってきたと思いますが、はい、そうした方にもああのあの今おっしゃったような考え方で望まれるのかという点が、まあ、まず一つ。それとあとああの 今後の共闘なんですけれども、あのまあ、自治体戦はこの後も続きますしあの、19年には参院選もあると思いますけれども、こういったところにも、あのやはり今回のようなあの考え方で、あるいはもっと進化してあのやっていかれるようなお考えをお持ちなのかどうか、その点をお伺いいいしたいと思いますあの希望の党の公認で出た方は、ですねやはりあの特に民進党からあの移った。 あの方の場合はですねあの自らの政治信条をえに背く行動を取ったという問題点があると思うんですよですから、そういう問題点についてあの真剣に反省するとそしてあの出直そうという立場にもし立つ場合はこれはあの希望の党にいることはできなくなると思いますね希望の党というのは例えば安保法制についても容認で9条を含む憲法改定も進めるですからもう今日のところで自民党と変わらないわけで ですからあの本当にです、ねあのー、そういう立場に立つのであれば、希望の党の中にいることはこれは両立しないだろうと思います、ただそれはもう私たちがあれこれあのー、あ,れあしろこうという話じゃなくて、その個々人の,あの方がお決めになることだと思います、ただです、ね、やはり希望の党に今いる方の中であっても希望の党の声に出た方であってもです、ね、やっぱりこれ間違っているんだと、この道は。ということをあのはっきりさせてですね。 あの共闘の道に立ち返ろうという方が出てくれば、ね、私たちはそういう方とはあのこう文句を開いてやっていくつもりですそれから今後の共闘の進化ということを言われましたで、ね、これはあの参議院選挙去年の参議院選挙と今年の総選挙とあの2回あの野党共闘で戦ったわけですねただあの率直に言いましてねあの去年の参議院選挙の場合はあの香川県を除いて 日本共産党は一方的に下ろしたんですよでそれで共闘を成立させたこれはあの初回でしたのでそういう措置を取りましたで今度の総選挙はあのできればあのそうじゃなくてね相互推薦相互支援の形で、あのー、お互いがウィンウィンになるような形で、あのー、共闘を持っていきたいという努力をしましたでしかし、あのー、これ一部を除いてそれはできなかったんですね今回の場合もで北海道などではですね そういうい相互支援、北海道だけ,だけですかね、あほ、まあ、か他はいくつかありますね、まああのまあ、いくつか地域ごとにありますけれども、まあ、北海道の場合は相互支援の形ができたのであれが、ああいう形が一番望ましいんですけれども、やはり本格的にね、共闘を発展させようと思ったら、北海道でやっているような、あるいは沖縄でやっているようなね、あの相互に推薦支援し合って、一点で団結して頑張ると。いうふうふに やるような本格的な共闘にぜひ発展させていきたいなというふうに私たちは思っております、はい、他いかがでしょうか特によろしいですかあ、はい、失礼しました 共同通信の田久保ですけど、はい、えと立憲民主党が野党第一党に躍進する可能性があるとで、えー、そういう状況で、えー、今後、立憲民主党と一緒にだと思うんですけど憲法9条改正に対してあのどのようにこう、まあ、あの今回の選挙で改憲勢力3分の2を阻止することはできなさそうですけどどのようにこう戦っていくつもりなのか、えーま、た枝野代表と近々話をする。 予定はあるのかそのかそ辺についいてお願いします、まあ、あの選挙あの終わったばかりですから今後の予定はまだありませんけれどもでただあの、これはあの市民連合の皆さんとの3党の、えー、政策協定の中に安倍政権のもっての救条解約に反対するという項目があるんですねで考え方としてはですねあの私たちはあそもそもあの救条を変えること自体に反対ですでしかし、あの一つの大,大事な一点として あの今あの、自衛隊を、ね、あの安倍政権が書き込むということになりますとこの書き込む自衛隊は、えー、災害救助のために頑張っている自衛隊じゃないんですよ、安保法制を執行する自衛隊なんです、すなわちあの集団的自衛権を行使する自衛隊なわけですね、つまり違憲の安保法制を、まあ、いわばあの憲法で追認し合憲する,こと化することになると、だからこれは許せないんだと。こういうい論理で あの立憲民主党は反対をされていると思うんですね、私たちもこの論理では一致するんです、ですからね、あのこの,あの点はです、ね、しっかりあの足並みをそろうところ、きちんと揃えて、そして国会内外で大いにい3党プラス市民連合の皆さんであの共闘体制を組んでねあの、これやっぱり国民世論で包囲していくというのは一番の道です、ですからそれぜひやっていきたいと思っています。 はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、あとはよろしいでしょうか。特になさそうですかね。はい、それでは、あの、以上をもちまして、新潮記者会見を終了したいと思います。どうもありがとうございました。